こんにちは、ヒロです。 CSS に久々なんですけど、すごい新機能が現れました。それはスクロールドリブンアニメーションズといって、簡単に言えば画面のスクロールに応じてアニメーションを実装できる機能です。今まではスクロールに関する実装ってなると基本的に JavaScript を使う必要があったんですが、それが CSS でできるようになります。ただあらかじめ注意点を共有しておくと、現段階では Google Chrome しか対応していないです。なので実務で使えるようになるのはまだまだ先になるかと思うんですが、これが全てのブラウザで使えるようになったら、かなり便利に使えるんじゃないかなと思っています。今回はそんな CSS の新機能であるスクロールドリブンアニメーションズについて一緒にチェックしていきたいと思います。今回新しく追加された CSS の新機能であるスクロールドリブンアニメーションについては、デモがいくつか用意された、このようなサイトがあります。今回はこのサイトを通して実際の表示だったりとか、どういった使い方ができるのかっていうのを一緒に見ていきたいと思います。まずこのサイトの画面をスクロールしてみると、こんな感じでスクロールを誘致するアイコンが拡大されているのがわかるかと思います。これは見てわかる通りに、この画面スクロール量に応じてこのサイズが変化しているって形になります。このようなアニメーションを新しい CSS の新機能で実装ができるっていうことになっています。でさらに下の方に進むと、ここにデモっていうのが表示されてるんですが、ここの表示なんかも今スクロール量に合わせてこのクロップされた画像が拡大して表示されるみたいな形で実装されています。これも新機能で作っている状態だと思います。なのでこう見てみると、やっぱりこのスクロールに応じて変化させるっていうのは、結構サイトの雰囲気を変える要素でもあって、なおかつこういうコンテンツがただ置いてあるよりも、やっぱりサイトの印象を結構華やかにしてくれるような要素の一部になると思うので、こういうアニメーションが簡単に実装できるようになるっていうのは、かなりメリットが大きいんじゃないかなと思います。で、僕は一通りこのサイトを見たんですけど、でもこのデモにカーソルを合わせると、こんな感じで動画として紹介してくれてるんですが、まず試しにデモを一つ見てみたいと思います。はい、これがサンプルの一つで、このサンプルではデフォルトでこのように画面いっぱいに写真が広がっている状態で、これをスクロールすることによって、こんな感じで画面の上部にフィックストするみたいな形で組まれています。これは比較的簡単な動きではあるんですが、これを CSS で実装するのは今までは不可能なことだったので、こういった表現を結構簡単にというか手軽に CSS で組めるようになるっていうのは、かなり CSS としては見せ方の幅が広がる機能になってるんじゃないかなと思います。で、一応他にももちろんあるんですが、例えばこういった感じで写真がいくつか並んでいて、このスクロールに応じて、こんな感じでスクロールがこんな互い違いにされたりとか、あとはこんな感じで、これは最初のホームページと同じ感じだと思うんですけど、このスクロールに応じて透過された状態からこうやって拡大しつつ現れるみたいな、こういった動きがあるだけでもやっぱり、ブログとか、そういったのでも、結構リッチに見えやすくなるんじゃないかなと思います。あとはこれとかですかね、この表現とかも結構すごいですよね。このアップルのなんか懐かしいアルバムのやつっぽい感じなんですけど、この中央に来た時だけジャケットが表面を向いて表示されて、あとは細かいんですが、この入ってくると出てくる時にも、このスクロール量に応じた調整がされているって形になっています。これが実装できるってなると結構覚えるコードもかなり増えてくるとは思うんですが、なかなか今までサイトで見ることがなかったコンテンツとかっていうのも、結構比較的ライトに作れるようになるんじゃないかなと思います。で、他にもいくつかあるんですが、とりあえずこの最初に見たこのコードをちょっと見てみたいと思います。これと同じようなコードを自分の方でも組んでみたんですが、今これをスクロールしてみると、このサンプルと同じようにこのスクロールに応じてこの背景の色が変わっていくっていうことと、あとはこのスクロールし終わったタイミングでこの画面の上部にフィックスとされるみたいな組み方がされています。このスクロールに対する指定がどんな風に行われているのかっていうのを、ちょっとだけ、ざっくり紹介したいと思うんですけど、今見てもらうと分かるんですが、ここにアニメーションに関する指定、このヒーローセクションに対してこういったアニメーションをしてくださいっていう指定と、あとはここにキーフレームが用意されています。で、このキーフレームの指定としては、基本的に 0% から 100% でどのような変化を起こすのかっていう指定すると思うんですが、その変化をスクロールに紐付けてあげるっていうような指定で、これを組むことができます。
で、今このスクロールのキーフレームの指定としては、100% の段階で元々あるフォントサイズをもっとちっちゃくする指定だったりとか、あとはバックグラウンドカラーを変更する指定、高さをもっとちっちゃくする指定みたいな感じで組まれています。で、なおかつここのアニメーションレンジっていう新しいプロパティでは、0VW から 90VW みたいな形で、スクロールのどのタイミングからスタートするのか、どのタイミングでアニメーションが終わるのかっていうのを指定しています。なのでこの例で言うと、この 0VH、全くゼロの状態からスクロールをして、このスクロール量が 90VH、いわゆる画面の高さの 90% スクロールした段階でこのアニメーションが終わるっていう形になっています。これちょっと説明難しいんですけど、ざっくり言うとこのスタートのタイミングと終わりのタイミングを決めて、それに応じてこのスクロールを変化させるみたいな指定になるっていう感じです。で、さっきのこのサイトに戻ると、ここの右下にこのタイムラインレンジビジュアライザーっていうのがあって、で、これを見てみると結構わかりやすいんじゃないかなと思うのが用意されてるんですが、今ここでちょっと僕もこれ全部理解しきれてないんであれなんですが、この対象のコンテンツ、これ今赤いドット線で表示されているコンテンツがこのウィンドウ内に入ってどうやって変化するのかっていうのを、擬似的にわかりやすく表示してくれているっていう感じになってます。なので今これがウィンドウだとして、これをスクロールしてみると、こんな感じでこの対象の要素が画面内に入った段階で、これで言うとこの中にあるグレーのボックスの大きさが 0% からこの画面を飛び出るタイミングで 100% になるっていう指定になってるみたいです。なので例えばこれを、例えばコンテインとかに変えてみると、おそらく入るタイミングはコンテンツの頭がちょびっと入った段階で、この 100% を迎えるタイミングとしては、こいつが中に収まっている状態かつこの画面の上部に到達した時って感じで指定しています。こういったツールも用意されているので、実際に使うってなった時には、結構ここでこんな感じかなっていうのを作成した上で、実際のコードに反映するみたいな形で組むことができるようになるんじゃないかなと思います。で、これ最初に言った通りに、まだ使えるブラウザが Google Chrome しかないので、実際にこれを使用してウェブサイトを作成するっていうことは実質できない状態にあると思います。なので今このコードを覚えるっていうよりかは、主要なブラウザのバージョンが対応してきた段階で、これを覚えるのがいいんじゃないかなと思います。なのでそのタイミングで僕の方でももうちょっとコードを整理した上で、みんなが分かりやすいような形で、実際のコードだったりとか、結構使いやすいような使い方みたいなのも合わせて共有できたらと考えてます。今回紹介したこのサイトについては、概要欄に貼っておくので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。この動画が少しでも参考になったという方は、いいねとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。